皆さんこんにちは。このチャンネルは気になった車のニュースや情報を伝えるチャンネルです。ニュースの内容は様々なサイトのページから抜粋させていただいております。車の情報はウィキの情報を参照させていただいております。またこのチャンネルはあくまでもラジオ程度に聞き流すことを前提に作っているので、移動中や作業の合間にぜひご利用ください。では早速、本日はコペンを紹介します。ダイハツとしては1993年に生産中止となったリーザスパイダー以来のオープンカーであり、軽市販車では初となる電動油圧ポンプの開閉式ルーフのアクティブトップ仕様を持つ。ダイハツの車両型式の表し方は減速末尾が S セダンか V 版であるが、本車はオープンカーのみに付けられる軽となっている。2019年10月現在、ダイハツの現行販売車種において MT を選択できる唯一の乗用車となっている。なお、本車はトヨタ自動車には2019年10月に発売された GR スポートのみコペンの社名のままで OEM 供給されているが、スバル級富士重工業には OEM 供給されていない。初代 L880系型、2002年から2012年まで販売。47kW 64馬力を発生する直列4気筒ドアンツインスクロールターボ JBDET エンジンを搭載する。トランスミッションにはスーパー5速 MT およびスーパーアクティブシフト付き電子制御式4速 AT から選択することができる。登場当時は同1グレード同士で比較した場合、 MT 車と AT 車の価格が同一であり、 AT 車が割高な当時としては珍しかった。製造は同社のミゼットに同様、ダイハツ本社池田工場第2地区エキスパートセンターが担当し、 B1 重飲用フ SUS、 ダイハツ社内の技能認定制度2級以上を取得した熟練技能者の手作業による最終調整が施されている。ボディカラーの接頭にある PC とはダブルクリア塗装の略で、クリア塗装を2回繰り返す5層コートを採用することによって、より深みのあるあでやかな輝きを実現している。なお、2010年7月まで販売されていたホワイトは4層コートである。またダブルクリア塗装によってボディ保護や耐性が上がるとはカタログでは一切記述されていないので、購入の際は注意が必要である。ダイハツの CM の最初のイノベーションフォーツモローという部分でロゴを横切っているのはこの車であった。初代の年表、1999年東京モーターショーにコペンとして参考出展された。2001年、モーターショーに市販化を目前として出展された。なお、市販車と一部異なり、サイドにもコプンエンブレムがあり、エアディフレクターがスモークでコプンの刻印がされ、オープニングカバーも電動だった。2002年6月19日発売。標準仕様はアクティブトップおよびディタッチャブルトップ。ただしディタッチャブルトップは当初受注のみ行なった。型式はラエル880系。9月ディタッチャブルトップ発売。2003年7月23日特別仕様車ファーストアニバーサリーエディションを発売。同時にオプション設定としてシートヒーターとカラーオーダーシートを黒赤黒を追加。12月、ボディカラーの DC ブラックマイカは廃止された。2004年5月、排ガス規制の変更に対応し、型式が ABAL880系に変更された。6月2日特別仕様車セカンドアニバーサリーエディションを発売。また従来のファーストアニバーサリーエディションはタンレザーエディションと名称を変更して継続される。同時にボディカラーとして DC スチールグレーメタリック、 DC シャンパンメタリックオパールを追加した。2006年6月14日特別仕様車アルティメットエディションを発売。これに伴ってセカンドアニバーサリーエディションは廃止され、レカロシートレッドブルーグレーはオプションとして継続販売。同時にオプションのカラーオーダーシートは廃止。2007年3月、メーカーオプションス
スポーツパックの廃止。9月10日、特別仕様車、アルティメットエディション2メモリアルを発売。伴って、ボディカラーとして DC ダークレッドマイカが追加、DC シャンパンメタリックオパールが廃止された。同時に、ディタッチャブルトップが生産終了。他、オプションに細かな変更がされた。2008年1月、特別仕様車、アルティメットエディション2をアルティメットエディション2メモリアルから名称変更し、シリアルプレートを廃止し、継続発売。12月17日、商品強化のため一部装備が変更。従来メーカーオプションだったオープニングカバーが標準装備になり、リアフェンダーのデザインの一つでもあったアンテナがフィルムアンテナに変更された。それに伴い、標準価格も変更。2009年9月1日、特別仕様車、アルティメットレザーエディションを発売。伴って、ボディカラーとして DC ブラックマイカメタリックが追加、DC スチールグレーメタリックが廃止され、ホワイトはカラー番号の変更が行われた。同時に、レザーパッケージ、タンレザーエディションが生産終了。2010年8月2日、一部改良及び特別仕様車、アルティメットエディション S を発売。メーカーオプションであった G パックなどを廃止し、リミテッドスリップデフ LSDMT のみ、プロジェクター式ディスチャージヘッドランプ、イモビライザーシステム、シートヒーターを標準装備化し、車両本体価格を改定。これにより、同1グレード同士で比較した場合、MT 車の車両本体価格が AT 車のそれよりも高額になった。ボディカラーの DC ジョーヌイエロー、DC ダークブルーマイカメタリック、ホワイトを廃止。同時に、アルティメットエディションに、アルティメットレザーエディションが生産終了。2012年4月2日、生産終了を発表し、特別仕様車、テンスアニバーサリーエディションを発売。8月、生産を終了、9月に完全に販売終了。日本国内での販売期間はおよそ10年3ヶ月、輸出仕様車 1.3L 車を含む総生産台数は 66,444 台だった。これに伴い、4気筒エンジンを搭載した軽自動車は全て生産終了となった。スタイル、グレードについて。1、アクティブトップ。発売当初からの標準仕様であり、電動油圧ポンプによる開閉式ルーフのアクティブトップクーペカブリオレ仕様。システムは、ドイツのベバスト・イバスト社とイタリアのピニンファリーナ社が共同で設立した OASYS オープンエアーシステム社の手によるものである。開閉所要時間は約20秒。開放時、ルーフは後部のトランク部分に収納される。サイドブレーキセンサーと車速センサーを用いた安全装置があり、走行中の開閉はできない。2、ディタッチャブルトップ。発売当初の標準仕様であり、脱着が可能な樹脂ルーフを採用し、アクティブトップ仕様に比べ約 30kg、軽量化した仕様。スポーツパックとリアスポイラーが標準装備され、ロールバーがメーカーオプション扱い。アクティブトップはルーフがボディ同色になるが、デタッチャブルトップは一部のボディカラーを除き、ルーフがブラック。窓は片側1枚で分割しない。3、レザーパッケージ。発売当初からのメーカーオプション、レザーパックを格上げしたグレード。アクティブトップをベースに本革製スポーツシート赤レザー、専用ドアトリム、桃、製本格ステアリングホイールを特別装備。4、特別仕様車、ファースト、アニバーサリーエディション。アクティブトップをベースに本革製スポーツシートタン、専用ドアトリム、オプションである桃製ウッド&レザーステアリングホイールを特別装備。5、特別仕様車、タンレザーエディション。発売1周年を記念し、発売された特別仕様車。2004年6月より、タンレザーエディションとして継続販売した。6、特別仕様車、セカンドアニバーサリーエディション。発売2周年を記念し、発売された特別仕様車。
アクティブトップをベースにデカロシート赤黒、専用ドアトリム、モモ製本格ステアリングホイール赤黒に加え、メーカーオプションであった G パックの一部のプロジェクター式ディスチャージヘッドランプを特別装備。7、特別使用者、アルティメットエディション。アルティメットエディション2メモリアルから、シリアルプレートを省き継続販売したもの。8、特別使用者、アルティメットレザーエディション。アルティメットエディション2をベースに本革製スポーツシートブラックアイボリー BBS 製15インチアルミホイールガンメタ、モモ製ステアリングホイールブラックシート、洗濯時は本革アイボリーシート、洗濯時はウッド&レザーなどを特別装備。9、特別使用者、アルティメットエディション S。 アクティブトップをベースにアルカンターラレカロシートキャメルと本革製スポーツシートブラックのシート選択、モモ製本格ステアリングホイールとモモ製ウッド&レザーステアリングのステアリングホイール選択、さらにビルシュタイン製ショックアブソーバー BBS の15インチ鋳造アルミホイールガンメタ、ブラックメッキフロントグリル、クリアクリスタルリアコンビランプなどを特別装備。10、特別使用者、テンスアニバーサリーエディション。アクティトップをベースにテンスアニバーサリーロゴとシリアルナンバー付きのアルミスカフプレートカバーやアルティメットエディション S に装備されているブラックメッキフロントグリルや本革製スポーツシート、さらに BBS 製15インチアルミホイールシルバーメッキインナードアハンドル、メッキパーキングブレーキレバーボタンを特別装備。派生コンセプトカーについて、2005年東京モーターショーなどにコンセプトカーとしてボディを拡大し、1.5L エンジンを搭載したコペングーグーが出展された。また、2007年に OFC1、2011年に DX、2012年に DR がコペンと同様の軽規格でオープンカーとしてモーターショー等にて出展された。輸出仕様について、2003年7月よりイギリスやオーストラリアなどへ輸出を開始した 660cc アクティブトップのみ。なお、日本車としては異例なことだが、右ハンドル仕様のみであるにもかかわらず、同時期にドイツ向けの輸出もなされていた。ダイハツコペンのドイツ公式サイトでは、連環、レヒツ連環ハンドル1右という注意書きがなされていた。その後、2005年10月より NA1.3L 左ハンドル仕様が用意され輸出を開始した。2007年からは同ハンドル仕様も輸出を開始したが、日本での 1.3L 普通車仕様の販売は行われなかった。輸出仕様の 1.3L エンジンはブーンなどに使用されているものと基本的には同一の K3VE 型である。輸出仕様の 1.3L エンジン搭載モデルの一部には16インチ、国内モデルは15インチのみ。ダイハツ純正アルミホイールをリータモデルもあった。タイヤサイズは 195-40R16 2代目ラ 400K 型、2014年から販売。フルモデルチェンジされた2代目は先代の製造終了から1年10ヶ月を経てショーにて発表され、その後発売された。新たな骨格構造、Dフレームと脱着構造、ドレスフォーメーションが主な特徴である。骨格構造、Dフレームについて、フロントサイドリアフロアを切れ目なくつないだ構造としたことで曲げ剛性やねじれ剛性を高め、高い走行性能とルーフオープン時の剛性確保を行った。また骨格だけで強度を担保する構造となったことで、ドアを除くボディガイ板の一部を樹脂製にすることが可能となった。車両後端をダックテール形状にすることで高速走行時の揚力を大幅に低減し、走行安定性を高める優れた空力性能を実現した。脱着構造、ドレスフォーメーションについて、 Dフレームによりボディガイ板の一部を樹脂化し着脱が可能な構造となり、購入後でもユーザーの好きなタイミングでボンネットフード、トランクフード、バンパーフロントリア、フェンダーフロントリア、左右各1個ずつ、ロッカー左右各1個ずつ、QL リッドの樹脂が板11パーツとヘッドランプリアコンビランプを着せ替えできるようになった。外装パーツの着脱は販売店で行われる。
また外装を外した状態で公道を走行することはできない。2015年10月には交換用ドレスパーツの発売を開始。ローブからセロに交換できるフルセットに加え、フロントパーツ、ヘッドランプ、フード、フロントバンパー、フロントフェンダーのみを交換するフロントセット、リアパーツ、リアコンビランプ、トランク、フード、リア、バンパー、リアフェンダーのみを交換するリアセットの3種類を設定するほか、 D スポートからは東京オートサロンに出展したストリート仕様を市販向けにリファインしたエクスプレイ用のドレスパーツを発売した。外装はローブ、エクスプレイ、セロ、GR スポートで全く異なるパーツを使用している。初代と異なり、ドアミラールーフバックパネルはブラック塗装、ドアアウターハンドルはシルバーブライトシルバーメタリック S28、 ボディと同色塗装、 A ピラーとフロントガラス上端のボディはエンジンルーム等と同様にソリッドのブラック塗装で統一されてある。ボディカラーはローブ、エクスプレイ、GR スポートがそれぞれに8色、セロが9色の設定となっている。2019年10月現在、エクスプレイ専用色としてオフビートカーキメタリック、ローブ、セロ、GR スポート専用色としてリキッドシルバーメタリック、セロ専用色としてブリティッシュグリーンマイカが設定されており、残りの7色はローブ、エクスプレイ、セロ、GR スポート共通カラーとなっている。内装は全車インパネトリム基調色を全車ブラックに統一され、 GR スポートを除く各グレードはそれぞれの色を基調としたベージュインテリアパック、ブラックインテリアパック、レッドインテリアパックを無償のメーカーオプションとして選択することができる。メーターは全車自発公式三眼メーターを採用するが、ローブはブラックリングとシルバーヘアライン加色を、エクスプレイはシルバーリングとレッドグラフィック盤面を、セロはシルバーリングとブラック盤面をそれぞれ採用。インパネガーニッシュもスタイルグレードで異なり、ローブはセンタークラスターと同じカーボン調を、エクスプレイとセロはシルバーをそれぞれ採用し、セロはインパネガーニッシュの範囲を運転席まで広げている。またエアコン吹き出し口の上にインパネオーディオクラスターがあり、それをステアリングスイッチとともに取り外すことのできる純正ナビオーディオ装着用パックレスをメーカーオプションとしている。エンジンは初代の JBDET 型から DVVT を採用した KFVET 型に変更となり、最大トルクがスペックダウンされたが、低排出ガス性能を高めたため、平成17年基準排出ガス 75% 低減レベル性4つ認定を取得。トランスミッションは7速スーパーアクティブシフトツ CVT と 5MT となる。またCVT 車にはアイドリングストップシステムエコアイドルも装備されており、 CVT 車は平成27年度燃費基準プラス 20% を、 MT 車も平成27年度燃費基準を達成している。安全面に関しては、2018年6月現在、新車で購入可能なダイハツの軽自動車としては唯一、スマートアシストの設定がないものの、 VSC&TRC ブレーキオーバーライドシステム、アクセルペダルとブレーキペダルが同時に踏まれた場合にブレーキ作動を優先する機能、エマージェンシーストップシグナルなどが装備される。2台目の年表、2013年11月22日第43回東京モーターショーにコペンを参考出品者として出展された。その際、デザインコンセプトの異なるコペンフューチャーインクルードド RMZ、 コペンフューチャーインクルードド XMZ の2モデルを出展。2014年6月19日販売開始。 RMZ の量販モデルであるローブのみの販売。2014年11月4日2014年度グッドデザイン金賞を受賞。2014年11月19日 XMZ の量販モデルであるエクスプレイが販売開始。2014年12月24日新グレードローブ S が発売。
伴ってメーカーオプションに専用デザインの BBS 製鍛造16インチアルミホイールを追加設定した。2015年1月9日東京オートサロン2015ウィズナパックにてサードパーティー企業等との共同でドレスフォーメーションモデルを出展。2015年6月4日2代目の発売開始からの累計販売台数が前日の6月3日時点で1万台を突破したことを発表。これは発売当初に設定されていた国内月販目標台数700台を上回るペースである。2015年6月18日2代目登場時に発表されていた丸型ヘッドランプの第3のモデルをシングレードゼロとして販売開始。同時にエクスプレイの上級モデルエクスプレイ S が販売開始。また追加モデルを含む全車でカーボン調整系 PVC テンプによる独自のラッピング工法 D ラッピングをルーフやバックパネルにメーカーオプションとして採用した。2015年10月1日、ドレスフォーメーションのサービス正式開始。ローブからゼロへのドレスパーツの発売された。2015年12月24日ゼロの上級モデルゼロ S が販売開始。2016年4月4日一部改良ローブ S に外装をブラックマイカメタリックをもとに一部マタドールレッドパールのパーツを組み合わせ、内装をレッドインテリアパックとするカラーフォーメーションタイプ A のメーカーオプション設定を追加。その他内装のインパネトリムの基調色は全車ブラックに統一し、インテリアパック16インチアルミホイールをローブエクスプレイゼロ全車で無償のメーカーオプションにするなど、各専用メーカーオプションを緩め選択肢を広げることができるようになった。これまでの純正ナビオーディオ装着用アップグレードパックやマルチリフレクターハロゲンフォグランプをローブエクスプレイゼロにも拡大して標準装備となった。2018年12月19日数量限定車クーペが発表された。東京オートサロン2016に出展したコンセプトカーの市販モデルとなっており、ゼロをベースに CFRP を用いたハードルーフを採用し、荷物の出し入れ用に開閉式のガラスハッチを採用。ステアリングホイールは桃製の革管 CVT 車はパドルシフト付き、アルミホイールは BBS 製鍛造となり、フロントガラスは視界領域では世界初となる AGC 株式会社の防雲コート EQ ビューが施され、 MT 車にはフロントスーパー LSD も特別装備された。ボディカラーはブリティッシュグリーンマイカとパールホワイト3の2色で200台の限定販売となる。なお今回は専用ウェブサイトにて商談希望者を募る販売形態を取り、その後商談注文を経て2019年4月に生産納車される予定である。また改造車のため持ち込み検査が必要となる。2019年1月11日幕張メッセで開催された東京オートサロン2019にて親会社であるトヨタ自動車とのコラボレーションモデルコプン GR スポートコンセプトを出展。2019年10月15日上記コプン GR スポートコンセプトの市販モデルとしてコプン GR スポートを第4のモデルとして発表発売開始。同時にトヨタ自動車へコペン GR スポートの OEM 供給を開始。なお GR スポートの発表発売と同時に他のグレードも仕様変更され、 WLTC モードによる燃料消費率と排出ガスに対応。ただし平成30年排出ガス規制適合で燃費基準未達成のため、従来リアウィンド右下に装着されていた低排出ガス車と燃費基準達成車のステッカーが装着されなくなった。2021年4月7日一部改良新法規への対応に伴いサイドミラーが拡大され、オートライトを全車に標準装備された。なおトヨタ自動車向けの
コペン GR スポートに関しても同日、オートライトを標準装備化する一部改良が行われた。2022年6月19日、初代モデルの発売から20年を迎え、9月に発売されるゼロをベースとした20周年記念特別仕様車の情報を公開。翌20日に先行受注を開始した。2022年6月24日、前述した20周年記念特別仕様車について、先行受注開始からわずか4日で限定台数の1000台に達したため、受注を終了したことが発表された。2022年9月1日、受注をすでに終了している20周年記念特別仕様車について、20th Anniversary Edition のグレード名で生産を開始したことが発表された。スタイル、グレードについて、1. ローブ。初代同様、アクティブトップを標準装備したクーペカブリオレモデル。専用装備として、カラードフロントグリル、LED フロントイルミネーションランプ、LED リアエクストラテールランプを装備する。ローブの語源は衣服、衣装、服装などのフランス語より。2. ローブ S。スポートの S を銘に冠したローブの上級グレード。スウェード調のレカロシート、桃製革管ステアリングホイールメッキオーナメント、シルバー加色付き、CVT 車のみパドルシフト付き、ビルシュタイン製ショックアブソーバーリアオーナメント付きを装備。その他、インナードアハンドル、パーキングレバーボタンエア、コンレジスターノブをメッキ化した。3. エクスプレイ。多面体ボディと多面体グリルを採用し、センタークラスターの骨格をインパネ上部まで張り出したクロスフレームも採用したスポーティーモデル。エクスプレイはもっと楽しいを意味するエクストラプレイからの造語である。4. エクスプレイ S。 エクスプレイの上級グレードでローブ S 同様にレカロシート、桃製革管ステアリングホイールメッキオーナメント、シルバー加色付き、 CVT 車のみパドルシフト付き、ビルシュタイン製ショックアブソーバーを装備したほか、インナードアハンドル、パーキング、ブレーキボタンエア、コンレジスターノブをメッキ化した。5.0 ローブをベースに樹脂外板やランプ類を変更し、初代の L880系型に似せたデザインにしたもの。ヘッドランプは一つの光源でハイビームとロービームを切り替えできる DI アングル LED。ヘッドランプを軽自動車で初めて採用した丸型ヘッドランプとし、LED クリアランスランプはリング状に、リアコンビランプは3灯 LED を放射状に6本配置した丸型のスパークルリフレクションを採用。また、専用装備としてメッキフォグランプベゼルを装備する。ゼロは丸みのある造形とドレスフォーメーションの始まりを表現するため、サークルとゼロを組み合わせた造語である。 6. ゼロ S。 ゼロの上級グレードでローブ S、エクスプレイ S 同様にレカロシート、桃製革管ステアリングホイールメッキオーナメント、シルバー加色付き、 CVT 車のみパドルシフト付き、ビルシュタイン製ショックアブソーバーを装備したほか、インナードアハンドル、パーキング、ブレーキボタン、エアコンレジスターノブをメッキ化した。7. GR スポーツ。親会社であるトヨタ自動車のスポーツカーブランド GR とのコラボレーションモデルで、このグレードのみダイハツ店のみならずトヨタのディーラーでも販売される。 GR ブランドとしては初の軽自動車、初のオープンカー、初の OEM モデルとなる。なお、開発ドライバーの松本豊は、画像レーシングのニュルブルクリンク活動にエンジニアとして参加した経験を持つ。フロントデザインには GR シリーズの顔であるファンクショナルマトリックスグリルを採用したほか、 GR ロゴ入りのレカロシート、桃製革管ステアリングホイール、専用 BBS 製16インチアルミホイールなどを標準装備。また MT モデルにはフロントスーパー LSD が標準装備される。2022年愛知・岐阜で復活したラリージャパンでは、安全面の規則をクリアした上で本社がエントリー。サファリラリーや北海道時代のラリージャパンに参戦したスバルビビオ以来となる軽自動車の WRC 参戦を果たした。社名の由来について、
発売前の小モデル時代はコンパーノの名称の復活も検討されていたが、ダイハツ新宮会長当時が新しい名称への移行を求めたために軽オープンからコペンと名付けられた。後に軽自動車の軽をコンパクトカー、コンパクトカーの C に変え、コプン C の未央文字に落ち着いた。二代目も小モデル時代はコペンであったが、発売時にはコミュニティオブオープンカーライフからコプンとなった。社名ロゴはすべて大文字となったが、二代目発売後もコプンクラブ、コプンサイトのように初代の A 表記コプンも使用されている。本日の内容はいかがだったでしょうか。息には意外と知らなかった情報などはあったでしょうか。マニアックな車好きにはたまらない情報ですね。今後も発信していきますので、評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。